にちは、どうもヒデオワールドです。動画をご視聴いただきありがとうございます。ということで、タイトルの通りでして、じゃん、セイヤインターナショナルっていうアマゾンで売られてるなんか割と安いブレスレットを買ってみました。僕が購入したのが幅12mm、長さ21センチです。お値段が1248円でした。ということで、早速開封していきたいと思います。おお、特に中は何もなくて、入ってたのはこれだけでございます。シンプル。では開封していきます。おお、なんか袋みたいなの入ってる。おーい、なんかセイヤインターナショナル、この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。で、なんか可愛い、はい、ちょっと布のポーチみたいな感じで、はい何これ、おしゃれだな。セイヤインターナショナル、ヒデオワールド。ヒデオワールドは書いてないです。中身出していきます。おお、結構しっかりしてるね。はい、中身は何もありません。これだけです。ちゃシンプル。あー、結構ね、重量感っていうか、ありますね。何これ、すげえな。ということで、本体が出てきました。いいっすね、すごいね。なんかアマゾンすげえというか、この世の中の技術すごくないですか。約1000円でこれ手に入っちゃうんですよ。やばくない、普通に。近くで見るとこんな感じです。はい。このね、ブレスレットをつけるこの、これと輪っかがあります。で、あとはこういう、なんか、丸い感じのやつになってます。早速つけていきます。すげえ時代だぜ。昔はさ、なんかどっか、なんだっけ、原宿とかでさ、ブリンブリンを買うとか、そういう感じだったじゃないですか、渋谷とかで。今もうインターネットでさ、アマゾンとか楽天でさ、注文できちゃうって、マジ最強じゃない？で、翌日とかさ、遅くてもまあ3日とかさ、に到着するわけでしょ。しかも安い。やばすぎる、この世の中。ありがてえ。はい、ということで、つけましたとさ、はい、どうでしょうか。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、結構ジャラジャラジャラっていう感じで、一応冒頭でも説明した通り、今回僕が購入したのは幅 12mm で、長さ 21cm のものでございます。他にもこれ種類があって、幅 12mm で長さ 18cm とか、幅 10mm で長さ 21cm とか、いくつか選択肢があるので、まあ、自分のこの腕とかサイズの好みに合ったものを買うといいかもです。僕はちょっとレビューを参考にして、なんか幅 12mm 長さ 18cm がこうちょうどいいよみたいなのがあったんで、あ、じゃあこれにしようって言って買いました。僕結構腕細いんで、もしかしたらジャラジャラってなるけど、まあ最悪ここで止まって、でも普段ここで滞在してるような感じですね。最近僕こういうちょっとオーバーサイズの洋服を着ているため、ちょっとこういうアクセサリーが一つあるといいかなと思って今回買いました。これがブカブカなのかぴったりなのかちょっとわかんないんですけど、とりあえずはまあ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 、サイズ感としてはこんな感じですね。でこれ今動画撮ってるのが10月14日土曜日なんですけど、ちょうどなんかアマゾンのセールやってて、なんと1110円で買えるというね、めっちゃ安いやん。この動画の概要欄とコメント欄に、このセイヤインターナショナルのこのブレスレットのリンク貼っとくので、もし気になる方はチェックしてみてください。この動画があなたの参考材料になれば幸いです。ということで、この動画は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。